大阪半端ないって、あいつ半端ないって、格上相手のコロンビア相手に決勝ゴール決めるもん。そんなんできひんやん、普通。はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回はね、ウィラプレ2018動画の方をやっていきたいと思います。ということで、今回ですね、昨日、コロンビア VS 日本。4年前のね、リベンジになるかというと、2014年ね、まあ1対4と負けたわけです。そして昨日ですね、ワールドカップグループステージ初戦、日本対コロンビア、大迫選手やってくれましたね。ということで、今回はね、昨日の決勝ゴール、そしてね、コロンビア対日本、日本は勝ったんですけど、その試合の MVP、大迫選手使っていきたいと思います。いや、大迫選手のあのね、まあ、守備のところでも貢献してたし、1点目のね、まあ、香川選手がシュートって PK ね、相手取られて、まあ、レッドカード出ちゃったってね、あれもま、大迫選手がね、なんかディフェンダーとゴロゴロになって抜け出したところからですからね。はい。で、能力見るとですね、これレベル30時点ですね。一応 VS ユーザーの日本代表を使ってます。やっぱオフェンスセンスからグランダーパスから70、まあ80近くでね、全部がそんな感じですね、平均的に。なので非常に使いやすい選手というか万能型ですね。もちろん現実世界万能で、ウィレの方でもかなり万能と、ワンタッチシュート、ポストプレイヤー持ってるんでね。まあ昨日も体の強さ生かしてましたけど、今回は、大迫選手をね、使って、昨日のね、日本代表メンバーでオンライン戦の方をやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。調子見よう。あー、大迫選手普通ですね。まあ、調子、長友選手が絶不調になってますけど。まあ、これ金髪バーのスーパーサイヤ人バー長友ではないんですけど。もうこのメンバーでいきます。とりあえず。で、後半ま、選手交代入れてったりするかな。昨日出たメンバーも入れていきながらね。はい、で、お相手がね、ベルギー来ましたよ。はい。パナマかな、相手に初戦 3-0 で勝ったりしましたけど、やっぱり攻撃陣豪華ですね。まあ、この相手にね、大迫選手で点決めていきたいと思います。半端ないってよね。あいつ半端ないってよ。見せたいと思います。いやーでも次がセネガルかな。セネガルが確かポーランドに勝ってたんでね。まあ次は、勝者同士の戦いで、結構そこで、まあ引き分けだったらね、結構どっちも勝率、グループステージ突破率上がるかなといった感じですよね。はい、ということで日本のね、サッカーやっていきたいと思います。やばい。ちょ待って。やばいぞ。やばいぞ。ルカク兄さんはやめて。アザールさん、はい、川島さん止めてくれ、ナイス。川島さんの威圧で、なんとかね、止めたというか、お相手がね、枠外したというか。さあ、ここは大迫選手に行こう。ワンチャン9ゴラン勝てるんじゃね。いや、強っ。さすがですね、大迫。ちょっとね、ただ日本代表チームスピードがやばいんですよ、結構。そう、それがあるからね。いや、大迫の抜け出し神。大阪半端ないって、あいつ半端ないって、ベルギー相手に裏抜け出して先点速攻決めるもん。そんな、ってか今の、そんなできひんやん、普通。点決めたらこれ掛け声というかね、あの、お約束なんでも。てか今の、誰だ、ちょ、負けんな。ナイス、勝子。おいおいナイス、長さん。長田のことを長さんって呼んでるもん。さあ、乾。大迫。大迫。いやー、ナインゴラン来るねー。ただ俺は負けられないぜ。さあ、大迫守備もできますから。まずいよ。ルカク来る。ルカク、フィジカルモンスター。川島さん、ナイス。もう川島さんいますからね、こっちには。そう。だからもうほとんど入らないですよ、やっぱ点は。決めさせない。さあ、大迫、ナインゴランに勝ってくれ。いや、強い。あー、惜しい、惜しい。大迫、守備もするから。ここボランチのところも切りに行きます。そうそう、日本のこのね、組織的な守備で。昨日守備も良かったからね。さあ、取れる。おいおい、あっぶね、あっぶね、なんか。さあ、いやー、いいね、いいね。ベルギー相手に、まずは大迫選手は、すんげえスピードのワンツーでね。柴崎さきから、香川ターン。大迫、収めて。ナイス。さあ。大迫、半端ないって！ダメか、さすがにこれは。無茶しすぎた。まずいよ、ルカク。いや、ルカクとか、もうほんと決勝、グループステージ決勝とかで当たったらマジで怖いな。取れる。ナイス！さあ、長友さんが躍動してますよ。
このポストプレイね。このポストプレイがあるから。あー、惜しい。さあ、ナイス。香川、ナイス。いやー、ミスった。待て、やめろ。あ、落ち着け。ナイボ。乾の根幹、いやー、惜しい。乾の根幹もね、昨日ね、何個か見れたんで。いや、そのパスうまい。これ、引きすぎるとまずいぞ。まずい、足は出しちゃダメだ。やばい、空いてる。止めろー、ナイス、吉田。吉田の安定感。さあ、大迫。大迫。やばい。やばい、ちょっと待って。ベルギーの圧がすごい。しかし、そこにも負けてられないぜ。さあ、ここでさ、大迫。大迫、大迫、半端ないって。大迫、半端ないって。ベルギー相手に2点決めるもん。しかも前半だけで2点決めるもん。そんなできひんやん。いやー、いいですね。日本いいよ。大迫のやっぱ抜け出しのところもいいし、ちょっとヘディングで決めたいね。昨日のコロンビア戦の。まずい。それを止めろ。いや、逆、やばい。川島さん、あーダメかー、やられた。デブライネかー。いやー、抜け出しうまかったな今。ちょっと守備がね、甘くなっちゃったね。まあ、日本リードしてから昨日前半のうち少しね、引く時間帯というかありましたけど、コロンビアがね、10人になった後でね、そう、あったけど、ネボ。いやー、そっちじゃないな。そっちじゃないけども、まずいよ。まずいよ、ルカくれ。マジ、ルカく怖すぎ。吉田、ナイス。よし。さあ、坂井宏樹上がっていくよ。日本のカウンターだ。日本のカウンターだ。ナイボー、大阪。そして、大阪もう一回。大阪、半端ないってー、あいつ半端ないってー、来たー、ヘッド。これがハットトリックよ。ベルギー相手に大阪選手。もうさすがですね。後ろ向き、後ろから来たボール。ヘディングするもん。うまい。待って。うまいよ。うまい、オフサイドないのこれ。オッケーオッケー、川島さんの威圧きた。よしよし、いいぞ。前半で 3-0 差、大阪を切ろう、これ。いやー、もうやっぱ MVP 的活躍、デブライネにも勝てるぞ。このフィジカルの強さ、さすがですね。もうさあ、そしてワンツー、ナイス、ナイス。そして大阪、大阪、大阪、いやー、惜しいけど、ってかなんか推進力やべえな。やっぱあれだよね、なんかその、万能だから、すべての能力が。80ぐらい基本的にあるんで、全部。使いやすいね、やっぱなんか。ヘディングの強さもありますし、で、ポストプレイヤー持ってるんで、ワンチャン日本代表の中でも本当にトップクラスに強いんじゃないかな。ま、うまい。やらせんな。原口のディフェンスね、この。そして柴崎。そして、ここ香川、香川、大阪、大阪をフェルトンゲンちぎろ。そして香川の重心逆シュート、来たー。コロンビア戦2点を決めた男たちが決めちゃうよ。いやー、やっぱ半端ないってからね、まあ、香川選手のね、昨日の PK ね、あれめちゃくちゃ緊張したね。もうこっち見てる方が、コロンビア戦の初戦ね。さあ、ここで発生米がね、いやー、惜しい。この方は結構裏ケア、あれあんまりないんで、やっぱりこう足元バレてワンツーとか結構効きそうですね。おーっと、香川のこの体幹の強さ。さあ、ここでいい、いやー、やばい。それ、ちょっと待って、柴崎戻ろう。ベルギーのカウンター来る。これは負けられん、マジで。まずい、クロスか。うまい、うまくね。しかし川島さんが立ちはだかるよ。川島さんではなかったけど、乾のね。さあ、乾と長友のコメント。長友さん絶不調なんだよな。
さあ、ということで、この時間帯からちょっとね、さっきとは違うけど、ホンディを入れていきます。ホンディと、ザキオカさん入れてっていきましょう。うん、実際に選手交代してましたからね。まあ、ホンダのコーナーキックから、大迫ヘディングで決めたのかな、確か。いや、あれはすごかったね。俺、握手してもらったぞって、高校時代ね、相手の監督が、大迫選手がね、決めた時言ってましたけど、本当にすごいよね。そんくらいやっぱり偉大なプレイヤーというか。やばい。それは、さ、本田さん。本田さんね、ディフェンス結構やりやすいんですよね。まずい。やめろ。川島。私の名前は、いやー、天才。それはあれじゃん。パナマ戦で決めたゴールじゃない。パナマ戦で。ゴラッソすぎるでしょ、これ。これはやばいね。ちょっとハイライトでまた見たいけど。いや、今のはあれですね。パナマ戦で決めたゴールですね。まあ、ちょっと角度的には違うけど、あんな感じのドライブ決めてましたよね、メルテンス。まずいまずい。オーケー！ということで、おさこがね、半端ないってかもう3点決めてくれたんでね。ちょっとハイライト見、いやでもシュート数もあれだったけど、川島さんの威圧とかでなんとか弾けたね。いや、このワンツーやばい。裏抜ける時のスピードやばかったね。ちっちゃいリートバリのね、メキシコの。ちっちゃいリートバリのあの動きの良さ。いやー、これを決める。そしてここも抜け出し。そしてきっちり、やっぱ決定力あるね、ここの。ニアですね、クルトアの。まあ相手コロンビアではないんですけどね。さあ、ということで、大迫選手、背番号15だけど、このあれだと9になってるな。デブライネ決められちゃったな。さあ、そして乾がここで大迫のね、このヘディングシュート。フラスル乾がよくここに出せたといった感じですね。いやー、楽しい。そしてここ、切り返しからカグは重心逆シュート、また抜き。また抜いてますかね、これ。はい、ということでね、あ、待って、メルテンスのあれあんじゃん。これ。川島さんの頭上の上を行く。これやばいね。あの角度は違うけども。パナマ戦で決めたメルテンスワールドカップのね、ベルギー初ゴールのあれに似てますね。はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。ということでね、日本、セネガル戦もね、頑張って勝ってください。応援します。ありがとうございました。